こんにちは、なりです。今回のゲストは場所文化研究家加藤雅子さんです。お願いします。こんにちは、雅子です。よろしくお願いします。お願いします。アフリカのルワンダ在住の雅子さんに、ルワンダのその伝統壁掛け牛糞アート、イニゴンゴに関して聞いていこうと思います。雅子さんはですね、今ルワンダ在住でアフリカ伝統文化を研究されてまして、特にその伝統壁掛けアート、イニゴンゴに関して深く研究されてるんですよね。イニゴンゴに関して、今回聞いていこうと思うんですけど、まず雅子さんのそのルワンダでどんなことされているのか、ちょっと簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はじめましての方がたくさんだと思いますが、はじめまして、加藤雅子と申します。2017年からこのアフリカのルワンダという国に住み始めまして、こちらで場所文化研究家ということで活動しているんですけど、主にルワンダの伝統文化とか伝統医療、メディカルの方の医療ですね、薬草を使ったりハーブを使って体を治すということの調査活動をこちらでしています。早速その伝統壁掛け牛糞アートと言われるイニゴンゴっていうものですね、どういったものかちょっと聞いていきたいんですけども、はい、ちょっとまず一個いいですか、聞く前に、はい、まずイニゴンゴの正確な発音ってまずどういうふうに言ったらいいんですか。はい、それで合ってまして、イニゴンゴです、はい、イニゴンゴで問題ないですね。例えば英語だったら、はい、イニゴンゴとか、なんかいろいろあるじゃないですか、抑揚をつけるとか特にないです。意味、意味言語でいいんですね。はい、もう普通に意味言語、これで通じます。なるほど、なるほど。そうですね、意味言語の出会いだったりとか、どういったものか、はい、どんなものかっていうのをね、ぜひちょっと教えていただけると嬉しいんですけども、お願いしてよろしいでしょうか。そうですよね。はい、もちろんです。こちらに住み始めたのが2017年だったんですけれど、その時にですね、空港に着きまして、でこう街に出たら、街の至る所に幾何学模様みたいなのがいろいろ飾ってあるのに気づいたんですね。でレストランの中とかカフェとかホテルとか、建物の壁にそういう柄が書いてあったりとか、工事中の垂れ幕にそういう柄が書いてあったりして、これは何だろうなっていうのがすごい気になっていたんです。で聞いてみたら、あれはイニゴンゴっていうルワンダの伝統的な柄なんだっていう風に教えてもらって、であまりにもなんかその柄がインパクトが強くって、すごい気に入ったんですねすごい惹かれるものがあって、わかります、わかります。ですけど、なんかね、好きすぎちゃって近寄れない期間っていうのが1年ぐらいあったんですよあまりにも好きで、なんかこうこじらせ女子みたいな感じになって、好きなんですけどあんまりなんかこう近寄れなくて、それを買ったりとか調べたりっていうのに躊躇してた時期が1年間ぐらいあったんですけど、やっぱりどうしても好きだったので、1年ぐらい経ってちょっと落ち着いてきた頃に調査を始めたっていうのが一連の流れです。で、1年ぐらいこじらせてた期間があって、でその後調べ始めたんですけど、この柄何って聞いたらイニゴンゴだっていうのは答えてくれるんですが、イニゴンゴって何って聞くと、それはちょっとよくわからないっていう回答がいろんなところでもらいまして、あんまりイニゴンゴとは何ぞやっていうのが浸透してないなっていう感じがあったんです。それで国立の博物館とか文化庁とか国立大学とかに調べに行ったんですけど、どこも資料がすごく少なくって、私が巡り合うことができなかったんですね。なので、じゃあ自分で調べた方が早いかなと思い、発祥地っていうイニゴンゴが作られ始めた特定の場所があるんですけど、そこに通うようになって、聞き込み調査みたいな感じで作ってる方に話を聞きながら、一体イニゴンゴが何なのかっていうのを調べるっていう活動を1年半ぐらいしています。地元の人もわからないって言ってる中、世界で唯一イニゴンゴを研究してるのは雅子さんだけって言っても過言じゃないって感じですよねいや、唯一かどうかはわからないんですけれど、いるかもしれないです。どっかにいるかもしれなくて、私が巡り合えてないだけかもしれないんですが、日本人だとそうですね、多分あんまりいないかな。実際にそのイニゴンゴを作ってあるところとかに行って作られたりとかされたんですか。はい、はい、今真っ最中で練習中なんですけど、はいはいはい、やっぱりね、すごいシンプルな柄なんで簡単そうに見えるんですけど、結構難しくって、その滑らかさをどうやって作るかとか、カーブを
何のこう定規とか何もなしで綺麗に描くかとかが結構大変なんですけど、それをもうかれこれ何ヶ月かな、結構数ヶ月練習させてもらってるんですが、まだその作り手さんから OK をもらえてなくて、お前のはまだこう街に出せんと市場に出せるレベルじゃないと今まだ修行中です。そうなんですね。その、はい、初めて作られた時のエピソードもすごいなんか興味深かったんですけども、それもちょっと教えていただいていいですか？初めて作った時はですね、私がもともと作ってみたいなっていう柄があったんです。で、イミゴンゴってすごい本当に何種類もいっぱい柄があるんですけれど、その作ってみたい特定の柄があって、これを作りたいっていう風に持って行ったんですね。そしたらその作り手さんたちに、いやいやいや、お前この柄じゃないからって言われてなるほど。あなたはこの柄は合わないと、この柄ではないというふうに言われて、うん、あなたにはこっちの柄の方が合うっていうのを提案されて、それをあの作ることになったんですけど、なんかね、そういうこの人に対してどの柄がぴったりくるのかとか、この人がどんな柄と一緒に生きていったらいいのかっていうのがなんか見えるっていうか、わかるっていうか、そういうインスピレーションがすごい強い方たちみたいですね。イミゴンゴってそのホームページ見ると、はい、いろんな種類があるじゃないですか。その定型のものからシンプルなものから、はい、ちょっとこう絵っぽいものから、ウェブサイトに、その本人にその適するそのパターンというか絵があるっていうふうに見たんですけども、はいはい、それはどうやって彼らは作ってるんですかね？いや、それが私もよくわからなくて、そう、あのね、どうやってそれが出てくるかは本当にわからないんですけれど、目を見るとこの人に何がしっくりくるかっていうのがわかるっていうか、思い浮かぶっていうか、ピンとくるそうなんですね。なので、まあ、私だけじゃなくても、こういうのを作りたいって、意味言語を自分のものを作りたいっていう方にはお写真を送っていただいて、お写真も特にこう目がよく写っているものを送っていただいて、それを作り手さんが見ると、あー、この人にはこの柄がいいねっていうのが分かるらしいです。その意味言語っていうものがどんなものから、どういうふうに作られているのかっていうのをちょっと教えていただいていいですか？そのどれが時間とか、はい、どういったマテリアルと何人ぐらいでこう作っていくのかっていうのをちょっと教えていただければ嬉しいと思うんですけども。まず意味言語の一番ベーシックな情報としては、ルワンダの伝統アートっていうポジションであるんですけれども、資料が本当に少ないので、ちょっとこれが正確かはわからないんですが、今のところ分かってる範囲だと1800年代の前半ぐらいに当時の王子様が作り始めたっていう風に言われています。で、なんで作り始めたかっていうと、そのお家に人を招いた時に、よりそのお客さんをよくお迎えするためにインテリアとして作り始めたっていう風に言われているんですね。で、当時は今はこう板に柄をつけてるんですけど、当時は壁に直接柄を作ってお部屋の中をこう装飾するっていうスタイルでやっていたんですけど、原材料は子牛の糞なんです。子牛 の母乳と柔らかい草を半々ずつ食べている時の牛のうんちが一番こう硬さとか粘り気とかがちょうどいいので、それを使うっていう風に決まっていて、牛のうんちとあとは灰ですね、灰を混ぜて粘土状にしたもので形を作っていくっていう作り方をやっています。それはじゃあ一人の職人さんがもう全部の工程を一からアウトプットまで全部最後までやるんですかね？工房によってちょっと作り方が違って、そうですね、一人で全部作る工房さんもあれば、下書きだけをずっとやる人、牛糞をこう板に乗せるのをずっとやる人っていう風に分かれてる工房さんもあります。例えばその僕の写真を送ってインスピレーションからアウトプットに出来上がるまでどれぐらい時間かかるんですかね？はい、インスピレーション得る注文の方法だとちょっとね、どれぐらいかかるっていうのは正直わからなくって、彼女たちのやっぱり体調とか直感の折り具合とか、そういうのによるので、本当にね、どれぐらいかかるっていうのが正確には言えないんです。ただそういうインスピレーションを受けて作るもの以外の通常に作るものだと、だいたい1枚完成するのに2週間ぐらいですかね。まずその材料を集めるのが結構大変で、その月齢の牛を探さなきゃいけなかったり、まあ、その牛の体調が良くないとうんちの状態が良くなかったりとか、いろんなファクターがあるので、それが全部整うのを待ってそれから作れるっていう感じですね。
実物があるのでよかったら写しましょうか。お願いします。そうあのね、あこういう感じ、すごいわで、かっこよくないですか。めちゃくちゃかっこいい。めっちゃかっこいいんですよ。このね影の感じとか日の当たり方でも表情が全然変わったりとか、やっぱねこの見る側の心持ちでも印象が変わってくるっていうのがやっぱこういうシンプルな柄の特徴だと思うんですよね。すごい気分がいい時に見るとか、なんか何かがあって落ち込んだ時に見るのとかでやっぱりねこの印象が変わってくるっていうのが、長く一緒に共に生活するっていうパートナーとしてはいいなって思っているところです。なんかね、こういう感じで、あ、すごいすごい、いや、デコボコしてる、ちょっとデコボコしてる、見えます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 。そうです、このね出っ張ってるところが全部牛糞でできています。いや、こんな感じですね。例えば僕とかがいわゆるそのポスターを作ろうと思ったら、まあ、簡単にトレースできるわけじゃないですか、はい。でもで、ね、絶対にこの魅力は出せないと思うんですよね。なんだろう、カメラ越しでも伝わってくるんですよ、この魅力が。多分本当絶妙な凹凸だったりとか、オーガニックな曲線が、この太さとか分かんないです。なんかめちゃくちゃ僕初めてこのねホームページ見た時に一瞬で惚れました、本当に。何このかっこいいのって。私も一瞬で惚れました一瞬で惚れました。あとね、あの柄の名前とかもちょっとお話ししたいんですけど、ぜひぜひ。柄、伝統的な柄っていうのと、あとは最近こう出てきた新しい柄っていうのも何個かあって、こういう感じの、こういうのが新しい柄ですね。いろんな色が使われていて、これはあの割と具象的な太鼓を叩いてる人が2人いるっていう感じのパターンの絵なんですけれど、そうですね、こっちのシンプルな柄と比べたら割と具象的なスタイル、これが最近出てきた柄です。こういうのもあったりして、もうね本当にたくさん柄がうぞうむぞうあるんですね。確認できてるだけでも80種類以上はあるんですが、例えばこういう柄なんですけど、人によって呼び方が違うんです。名前が複数あって、なんか日本的に考えるとこの柄はなんて名前でなんて意味でっていうのがこう決まってるっていうのが、そういう風に捉えがちなんですけれど、調べていけばいくほどやっぱ人によって解釈が全然違って、で最初調べてる時は1個の正解っていうのは私もすごい追い求めてたんですよ。なので、うん、この柄あっちの人はああやって言ってたし、こっちの人はこうやって言ってたよみたいなことを言ってたんですけど、多分たった一つの正解っていうのはなくって、なんかそれぞれにとっての正解を保ち続けたまま今までずっと続いてきたような文化なのかなっていうのを今感じているところですね。雅子さんが意味言語の普及というかですね、まあ、はい、広げるためなのか好きっていうことで、日本に確かエキシビションされてましたよね、はい、確か。はい、そうですね、そうですよね。今3回させてもらいました。すごいですよね、それも。いや本当おかげさまで来ていただいていろんな方に。それは実際にどうだったんですか日本のその展示会では意味言語の。やっぱりあの本当に日本に全然入ってきてないので、初めて見るっていう方ばっかりだったので、そうですね、いろんなご感想をいただきました。なんか不思議と引き込まれるとか、目が回りそうとかなんか厄除けになりそうとかあとなんかこう自分を試されてる気がするって言ってる方とかもいましたね。あ、なるほどね、うん、いろんな受け取り方があるっていうのがまた面白いとこだなって思います。ルワンダの方にとって意味言語ってそのアートになるんですか、はい、それともインテリアになるんですか、どういった捉え方されてるんですかね。それがですね、私もあんまりよくまだはっきりとは分かっていなくて、そもそも区切りをつけない、我々って結構こうジャンルに分けたがる癖があるっていうか、これは工芸なの、これはアートなの、これはデザインなのとか、これはインテリア家具なのとか、分けたがる癖がやっぱ私もすごく強くって、これは何なの何なのって聞いていったら、なんで分ける必要があんのみたいな感じで言われたこともたくさんあったんですね。で、あ、確かに切り分けすごい従ってるなっていうのにその質問でハッとして、まあ、彼らの中でどういうポジションかっていうのはまだはっきりとは分からないんですけど、一緒に生きていくものっていう存在としてあります。いや、僕の質問が本当愚問でしたね。もういやいや、とんでもない。いや、本当にその答えを聞いてそっかと思いました。
意味ゴンゴは意味ゴンゴでしかないんですよね、うん、そうそうそうなんですよ。そう、意味ゴンゴは意味ゴンゴなんです。そっか、いやすっごい考えさせられた、面白い。いやでも本当これを調べる上でやっぱり私自身も問われることがいっぱいあって、答えは一つでなければならないっていう思い込みがすごい強かったっていうのにも気づかされたり、なんでもっとたくさん拡大して売らないんだっていうマインドが自分の中にあるっていうのにも気づいたり、すごくね、あのやっぱこの調査活動の中でいろいろ気づかせてもらいましたね。いやー、意味ゴンゴちょっと話は尽きないんですけども、はい、じゃあですね、まあ、ここでですね、3年前にマサコさんがそのルワンダに移住されたっていうことなんですけども、はい、おそらくみんななぜルワンダと思ってると思うんですよね。なぜルワンダに3年前移住したのか、ちょっとぜひ教えていただきたいんですけども、お願いできますでしょうか。あ、もちろんです。ルワンダに住み始めたのは私の意思ではないんです。そうなんだですか。はい、私の意思でルワンダを選んだわけではなくて、夫の仕事の都合で一緒についてきて移住をしたっていうのが始まりでした。それが最初の駐在員ってことですか。あ、そうですね、駐在妻みたいなポジションで、はい、ルワンダに来たのが最初だったんですけれど、まあ、なんで夫がルワンダに仕事を見つけたかっていうのまで遡ると、我々大学が一緒だったんですけれど、大学の時に私が初めてアフリカのケニアっていう国に行ったんですね。そこでもうアフリカにダダハムリしてしまって、もう絶対絶対将来ここに住みたいと、何としてでも住みたいけど、どうやって住んだらいいかはまだわからないっていう感じだったんです。その当時もうすでに現在の夫と出会っていて、私と結婚したいと言っているので、まあ、結婚したいんだったらアフリカに関係する仕事を作ってっていう風に、なんかこうちょっと軽く言ったら、本当にアフリカに仕事を作りまして、すごいですね。彼はそうなんですよ、彼は最初はあの西アフリカのガーナっていう国に仕事を見つけて、そこに数年住んでいて、でその後転職っていう形でルワンダに来るタイミングで一緒にこっちに来たっていう感じですね。麻子さんのもう狙い通りってことだったんですね。すごい、はい、よく結婚詐欺って言われます。すごいそれ、本当にそうなんです、ね、夢を叶えてくださった旦那さんだったんですね、じゃあ本当に。そうなんで す, すごい。でも彼はですね、ルワンダがあんまり合わなかったみたいで、今はガーナっていう国に住んでいるので、我々は大陸内別居中です。あ、そうなんですね。なるほど、単身赴任、海外でお互いに単身赴任されてる感じなんですね。そうですね、そうです。なるほどなるほど。お互い会う国がちょっと違ったっていうことで。なるほどね、面白い。そっか、やっぱり若干アフリカの中でもやっぱ違うんですね、はい、ガーナとそのルワンダ生活っていうのも。もう全然違いますね。気候も違えば、やっぱりこう人の性格っていうのも全然違ったり、ビジネス規模も全く違うので、会う合わないはありますね。もう雅子さん、そしたらルワンダ生活がもうビシッ、はい、と合ってるっていうことだと思うんですけども、その日本との生活様式で違ってて、はい、やっぱりその文化の違いとか価値観の違いとか使う言葉って違うと思うんですよね。その中でこう、例えば苦労したこととか良かったこととかって、なんかそういったことありますか。苦労したことが実はあんまりなくって、やっぱりずっと住みたかったところだったので、あの住めて良かったなっていう幸福感が爆発してるっていう感じですね。あんまりね、そう、困ったことってよく聞かれるんですよ。絶対アフリカってなんか不便でしょとか、あれもないこれもない、危なかったり怖かったりしないのってすごい聞かれるんですけど、あんまりない。生魚食べれないことぐらいですかね。あ、なるほど。お寿司的なね、お刺身だったり。そう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 、お寿司お刺身が内陸国でないので。なるほど。まあ、アクセスできてもすごく少ないので、それぐらいですかね。例えばその言葉のあれとか文化の違いとかで、なんかこう、うん、違ったカルチャーショックみたいなことっていうのはないんですかね。あんまりないです。まあ、あの時間にルーズっていうか、その日本人的な時間を守るっていう感覚と、
あのルワンダ人的な時間を守るっていう感覚にギャップがあるなっていうのは暮らしてる中で感じたりはしますけど、なんかそういうのも性質を知っていくと別になんかギャーギャー言うことでもないし、あ、お互い違うんだね、はいそれで OK みたいな、なんかどっちかがどっちかにお前合わせろよとかこっちにやれよみたいな感じになると、あのどうしてもイライラしたりすると思うんですけど、まあ、お互いが大事にしてるものがあるんだったらそれでいいんじゃないかっていう感じで暮らしてるので、あんまり本当にあんま困らないですね。時間の価値観の違いっていうのはちょっと具体的になんか例とかありますか？はい、そうですね、あの約束してても来ないのは当たり前だし、約束してないのに来るんですよ。もうなんかどっちかにしてくれみたいなのは最初はありましたけど、あの急に来たりするんです、家とかに直接。そうですね、今から行っていいみたいなあの連絡が来たりとかはあったりするんですけど、なんで時間に遅れられるとイライラするのかって考えた時に、多分自分の本日のスケジュールが乱れるとか、このあとアポあるのにそれが押しちゃうとか、なんかそういうことでイライラするような気がするんですが、あんまりねこっちに来てからそのアポを詰めなくなったんですね。多分遅れるだろうみたいな感じで、あのアポを詰めなくなったりとかで、いつ何が飛んでもいいような感じで組んでるので、あんまり遅れられても困らないし、あじゃあリスケねみたいな感じで別にの日に変えたりとかも割とフレキシブルにやるようになりました。日本ではもちろんこんなのやってなかったですけどね。ちなみに、まあ、そういった活動されている中で、はい、今後、雅子さんの活動の、その、ビジョンとか、はい、なんか展望とかってなんかあるんですかね。例えば、イミゴンゴを今後どういうふうにしていきたいとか、広めていきたい、もしくは自分の研究をどういうふうにしていきたいかみたいな、そういうのもしあれば教えていただきたいんですけども。研究活動に関して言うと、終わらせたくないっていうのが一番のビジョンです。ずっとやってたいっていう感じですね。どこまでで終わりっていう風に決めたくないっていうのが一番今強い気持ちで、ルワンダの文化っていうのとかルワンダの伝統的な医療っていうのも掘れるだけずっと深掘りをしていたいので、できるだけ長く活動していたいっていうのが一つあります。あとはイミゴンゴに関して言えば、その展示会っていう形でいろんな国のいろんな方に見ていただきたいっていうのはあるので、各地でこれからも展示会は開催していきたいなと思っています。いやー、はい、展示会イギリスでもやりましょう。ねえ、やりたいです本当会場を探してるので、あのいい会場があったら教えてください、はい、本当にぜひで、なんかあの形でできればいいかなと思っております。一ファンとしてその時にはなんか協力させてください。ぜひ最後にですね、雅子さんの、はい、なんかもし告知とか宣伝があればぜひここでお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。引き続きイミゴンゴの展示会の活動を各国、日本国内でもやっていきたいと思いますので、展示会ができるようなですね会場をいつもずっと探しているので、もしおすすめのところがあったら教えてほしいです。よろしくお願いします。なるほど、じゃあぜひ評価いただいた方はぜひイベントを押さえていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。せっかくなんでね、じゃあ雅子さんの移民運動の活動とかちょっと概要欄とかに入れておいても大丈夫ですかね。ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、それも入れてさせていただきます。本当に今日貴重なお話ありがとうございました。面白いこちらこそです、ありがとうございま す。で今回はですね、場所文化研究家の加藤雅子さんでした。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。ではじゃあ今後もね、こういうふうにイギリスに限らず世界中で活躍している方をですね紹介していこうと思いますので、ぜひねチャンネル登録お願いします。そしてこの動画がいいと思った方はぜひグッドボタンお願いします。お願いします。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。